はい、皆さんこんにちは、鉄振りです。今回はこちらご覧の通りフォートライナーという車両、列車路線ですが、こちらについて皆さんに解説していきたいと思います。じゃあ興味をよろしくお願いいたします。さて皆さん、今回からはオープニングが変わりましたが、今流れている映像はポートライナー乗車中の様子です。これはお昼間に撮影されたものですが、もう間もなく神戸空港に到着する途中に撮られたものです。これ列車が発車するときには、このポートライナーというのはね、なんかあの JR 京都線デレレレーンデレレレーンデレレレーンデーンっていうね、音がね流れるんでね、また神戸線の駅で京都線の音を聞けるというのも面白い駅だなと思います。では早速解説していきましょう。今撮影動画になっているのはここ神戸空港駅です。神戸空港駅を出ると何駅かに止まっていきますが、神戸空港まで直通しているのは三宮からは10分に1本となっています。三宮駅を発着するポートライナーは5分に1本出ていますが、一つは中公園から、どういったのか、ポートライナーの中をねぐるっと回るような形、もう一つは神戸空港まで直通する形、これが10分に2本走っていますので、1本1本で分かれて、神戸空港まで行くのは10分に1本のみの運行となっています。さてポートライナーについて皆様に解説していきたいと思いますが、ポートライナーは案内機乗式鉄道といいまして、モノレールでもなく、なんて言うんでしょうね、新交通システムという、類に入るのかなと思います。神戸新交通という場所がやってるんですけど、このポートライナーの他に六甲ライナーというものも営業しています。で非常にね、このね電車加速が良くて、やっぱこうゴムタイヤと、コンクリートで走ってるんで、ものすごく、走りがいいんですよね。神戸空港を出ると、期間が一番長い場所に入ります。ここからはね海を渡ることになりますが、神戸空港っていう島があるんですけど、その島から今度ポートアイランドっていうまた人工島があるので、そこまでを、今から結んでいくことになります。ちょうど前の方に見えているでかい大きなね長い橋が、その間をつなぐ神戸空港と人工島のところねつなぐ橋になります。大きな船舶とかも通れるようになっているんでしょうか、わかりませんが、この神戸空港を出ると次は経コンピューター前ですね、計算科学センターとかって言われてますけど、今は経コンピューターではなくスーパーコンピューターが富岳になりましたので、富岳前と案内されています。そしてその富岳前を通り過ぎると医療センター、市民広場、港島、そして中公園、ポートターミナル、そして、本島っていうかな、三宮の方に入りまして、貿易センター終点三宮の順に泊まることになります。その先ほど言ったこの橋を渡っているところでございますが、三宮駅以外は他に乗り換えるという場所がほぼないので、この神戸のポートアイランドに通勤通学する方や、またなんかね、イベントごととかはこういうポートアイランドで行えることたまにあるので、そちらへの、便利な移動、そしてね商業施設も何個かあるので、そちらへの移動、それからねやっぱり一番主になってくるのが神戸空港と三宮の行き来かなと思います。今はまあシャトルバスなんかも出てたりとかしますが、ベイシャトルとかもありますが、今のところ神戸空港まではこのポートライナーで行くというのが主流なのかなと思います。そして平日休日ともに、この日中の時間帯は1時間に6本走っていますが、これがですね休日ではなく平日の朝の時間帯、10分に1本走ってくれてるっていうのが嬉しいことです。ラッシュ時間帯はだいたい5分から8分間隔で走っています。空港系統は9本、そして環状系統が6本、と呼ばれてるんですけど、この環状系統と空港系統に分かれているわけです。そしてですね、初めてこのポートライナーは無人運転 ATO というね自動列車制御装置みたいなのがあるんですけど、それで使われていたんですけど、昔はね快速列車とかもあったようで、調べてみると2006年の、ね、2月2日より快速運転が開始されたとありますので、神戸空港までの快速電車が運行されていたそうです。東京モノレールでいうと羽田空港第3ターミナルからモノレール浜松町まで飛ばすあのような快速と同じなんですね。
そしてこの電車、2000型と2020型というものが走っておりまして、で色がね少し変わってたりするんですけど、一番主流なのが2000型となります。2000型は、確かね、2編成あったのかな。でその次改良されたものや2編成2020型というものが追加され、現在では20編成もあるそうです。で昔は8000型というものも走っていたんですけど、8000型はねやっぱり少しね、あの今の丸いフォルムとは違ってカクカクしたフォルムになっています。はい、最初の停車駅を、停車しましたが、三宮方面に向かうあの列車って飛行機が来るとき以外はねあんまりねあの混んでいないので、そこはいいかなと思います。神戸空港を出ますと K3 科学センター、先ほどね止まった駅です。そして K3 科学センターを出ると大きく右にカーブし、右側左側に少し大きめのビルみたいなのが立ち並びます。もう見えてると思いますが、その先が医療センターという駅になります。医療センターの近くにはねあのオフィスビルみたいなのが多そうで、まあ、病院もあるんですけど医療センターというわけですから、オフィスなんかも立ち並ぶ場所になります。大体この人工島のところってオフィスが多いんですけど、市民病院、市民病院、市民広場、医療センターのあたりはやっぱり人が多いかなと思います。通勤通学でのねお客様が多いかなと思います。さてポートライナーは医療センター駅に到着。ポートライナー、あんまり皆さんあの馴染みがない方もいると思いますが、ポートライナー実はこれ無人運転なんですけど、有人運転もできるようになっていてね、あのこの前側には今見えてるんですけど、今見えてる下のところにねちょっと映ってるんですけど、これが運転台となっていまして、そこで多分推進とか の調整ができると思います。確かそうだった気がします。ちゃんとねあの手動運転のために定目やドアを開閉するためのスイッチも、この運転席側の右側についていたりもします。後で解説しましょう。これは多分ね全自動、全部自動運転で、あのホームのあれとかは多分監視員がやってくれてると思うんですけど、それ以外はほぼ全てあの自動で開いて自動で閉まってっていう走ってっていう風になっています。でこれ自動で計算されているからか、分かりませんが、やっぱり人間の手でやるとね少し誤差というものが出るんですけど、まあ、誤差が全くないというのですかね、まあ、遅れがほぼほぼないよね。これだと人為的ミスが少ないというか。さて医療センターを出て次は市民広場になります。右側に大きく見えている楕円状の建物ですね。楕円状なのかな、ちょっと特徴的な建物、これが神戸ポートピアホテルです。神戸の中でもかなり有名なホテルの中に入ります。そしてちょっと見にくいですが、右側から合流してくる線路があります。線路と言っていいんでしょうか、軌道というんでしょうか、こちらですね。こちらは環状系統、南公園、中埠頭、北埠頭の方に、行っていた車両がここで合流します。というところでここ市民広場駅に到着です。市民広場駅は、今度左側が出入口になります。基本的にポートライナーは、左回りというんですかね、環状系統は左回りで走っていまして、これしばらくするとね分岐したやつが合流してきたりとか、そういうのが出てきます。これよーく耳を澄ましたらわかるんですけど、ティントントントンティントントントンっていうね、あの JR 京都線の接近メロディが聞くことができますね。これ どういう経緯でそうなったのかちょっとわからないですけど、ちょっと縁とゆかりがありそうです。ですからこの三宮駅ではね、実は京都線メロディ、神戸線メロディどちらも聞けるというね面白いことが起きるわけです。さてさて市民広場を、出まして、右側に見える線路が、中公園から、中公園でしたっけ、中公園方面からやってきて南公園、中埠頭なんかに行く線路になっています。でそれがもう合流してね、次は、港島という場所に泊まります。港島キャンパス前と、案内もされています。現在ではポートライナーは全て各駅停車になっていますが、昔、ここには快速も走っていたということでね。さて対向列車も見えますが、こちらの方が少し、手前というかね、三宮寄りにあるみたいですね。
港島に停車。港島の次は中公園に停まります。さて、その次の中公園という駅でもまた先ほど、合流してきた線路とでまたねくっつくという場所が見ることができるんですけど、これについてねまたね解説していきましょう。そして先ほど言ったこのように扉を開けたり閉めたりするのはこちら側についておりまして、左開け扉、左側の扉をここの右側のね開けることができるという窓ガラスが開けれる構造になっていて、それをガチャンと開けてボタンを押してドアを開けたり閉めたりという操作ができるそうです。ちなみに港島の近くにはポートアイランドの、民宿住宅みたいなのが立ち並んでいまして、マンションかな、マンションじゃないわ、団地って言ったらいいのかな、この右側よく 見たら見えると思うんですけど、ここに勤めている方とかここに、まあ、住んでいる方が、ここでね暮らしている、大部分がここで暮らしているというような感じです。そして港島を出ると次は中公園駅です。はい、そして、先ほども言いましたが、今度ですね環状系統の北埠頭、中埠頭、また南公園方面に、行くような列車が通るところの下をくぐります。この上にもポートライナー走ることができまして、車庫とかはこれのね反対側にありまして行くことができるんですけど、これ一段上になっているのがこの三宮方面の列車の止まるところですね。そして出口は左側です。基本的にこの環状系統というのは左回りで、この中公園を出ると先ほど泊まった港島と泊まって市民広場と泊まります。その次、先ほどね分岐してましたよっていう話したところから南公園、そして中公園で、中公園のところにねポートアイランドの、ね、なんていうんですか、留置場みたいなのがありまして、そこに車両工場みたいなのがあるかな。でそこから北埠頭、そして先ほど、下をくぐりましたが、その線路が、中公園の手前の場所となります。そして今中公園を発車、左側に見えているのが、合流してくる路線です。5分に1回ここね合流してくるわけですね。10分に1回ですか。さて、ここでも分岐を見ることができます。やっぱりねこれのね分岐って見ると面白くて、こう動くときにニューってトミカのさ、トミカのこうウニュウニュってやるやつがあるんですけど、それみたいにちょっと面白いなと思ってしまいますね。そして今ちょうど、ポートアイランドからですね神戸大橋のところをつなぐところの、無料で通れるところあるんですけど、そこのつなぐ橋のところを一緒に通っていきます。先ほどが通過しましたが、ここは、神戸のね神戸港の近くになります。左手が神戸港になってまして、右手はあれかな、神戸港の港島トンネルみたいなのがあるはずです。確か高速道路でしたっけね。さて、このような赤い鉄橋っていうんですかね、渡りまして、もう間もなくねポートターミナルという場所に着きます。ポートターミナルというのは、まあ、中島ではないけどこの埠頭があるんですけど、神戸港の、出っ張ってる岬の場所にね、このポートターミナルがありまして、ここからはですね、上海の方に行くようなね外国の方に行くような船、アスカ2、日本のね豪華客船アスカ2なんかもここから出ていたりします。運航日によってはね見ることができるので、ぜひね調べて見てみてはと思います。そしてここポートターミナル駅に到着。まあでも基本三宮からポートターミナルまで直で行く人ってなかなか、ポートエンで行く人ってなかなか見かけないですね。まあ船自体もね少ないのかもしれないですけど。さて、向こうの方には神戸の街並み、阪神高速も見ることができます。神戸市中央区に入りまして、ポートターミナルを出ると次は貿易センターです。このポートターミナルの次の駅、貿易センターとポートターミナルの間の区間というのが少し面白い線路の形をしているのでね、ぜひ見てもらえればなと思います。まあ、なぜぜひ見てもらいたいなと思うって言うんですけど、やっぱね都市部に行くにつれ他の高速道路や高架のねビルなどとねいろいろ噛み合って、走りにくいと思うんですよ。特にこのように新交通システムのように後から作られた線路ですと、それに合わせて作っていかないといけないんですね。だから障害物があればそれを乗り越えていかないといけないんですけど、走っていくと、先ほど
一緒に走ってきたやつがハーバーハイウェイというんですけど、それが左側に見えますね。このハーバーハイウェイの下をぐるっとくぐっていくんですけど、このくぐり方がまた面白くてですね、反対の電車が見ることができましたが、これ一回だいぶ下るんですね。下ってから、今度左に急カーブします。そのためここまで区間の、ね、速度が少し落とされています。そしてこの高速道路の下、高速道路ではなくハーバーハイウェイというんですけど、高速道路みたいなもんですね。ハーバーハイウェイの下を通過して今度急勾配を登っていきます。これまたぐーっと登っていくのが面白くて、この右にガーッとカーブしていくと、今度左に大きくカーブするところがあるんですけど、そこを乗り越えるんですよね。ここは阪神高速の3号神戸線になります。阪神高速3号神戸線のね、またね、高速道路の上の高速道路と下の高速道路の間を縫っていきます。ちなみにこの走っているところの下のところには港の森公園、神戸震災復興記念公園というものがありまして、スケボーの場所とスポーツシステムみたいな施設なんかがありますね。そして今言った面白い区間というのがこの辺で終わりまして、貿易センターという名前の駅に停まります。まあ、貿易センターというんですから、まあ、貿易センターがあるわけなんですけど、先ほどね、通り過ぎたちょっとでかい建物が神戸商工貿易センタービルというものがありまして、ここを通り過ぎていったわけです。貿易センターに到着。貿易センターの次はもう終点、三宮駅になります。まあ、今までこうやって神戸新交通ポートタワー、ポートタワーじゃない、ポートターミナルとかね、いろんな駅があって、このポートライナー乗ってきたんですけど、ポートアイランド線の中でもやっぱりね、面白いのはこの神戸空港からここの間を結ぶ区間なんですけど、今度いつかね、環状系統の方も見ていきたいなと思います。そして奥に見えるのが三宮駅です。ここからはまっすぐ、ほぼほぼまっすぐですね。だいぶ前なんかの動画でね、ポートループというバス、新規バスがね、運営しているバスをね、ご紹介したんですけど、そちらのポートループという、車両もですね、このポートライナーのこの下のあたりを走りますから、ポートループという、バスは本当に三宮からこのポートターミナル、そしてね、いつだっけな、なんか新神戸駅からも、アクセスできるようになる、ということでダイヤ改正によってなるそうなんで、ますます便利になっていくのかなと思います。神戸って実はね、この港の方と三宮神戸の方の行き来がすごいめんどくさいんですよ。なんでそういうバスがね、増えてくれるのはありがたいかなと思います。そして唯一の列車乗り換えがある、三宮駅に停まります。阪神電車、阪急電車の神戸三宮駅、それからですね、地下鉄海岸線三宮花時計前駅、海岸線のね、の三宮花時計前駅、そして京神山手線の三宮駅、それからですね、JR の三宮駅というものが、入っていまして、ここから新神戸に行くこともできます。まあ、この神戸市の中では三宮というのは大きな割合を占めるんですけども、この辺が一番栄えてるのかな、神戸の中ではと思います。ありがとうございました。ということで、まもなく三宮駅に停車。これすごいね、やっぱ衝突防止のため、もうすぐそこにあれがあるんですよね。たくさん建物とかがあるから、もうそこで終わりなんですよ。まあ、ということで、ここまで乗ってきましたというわけでございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。今回はポートライナー神戸新交通システムの、神戸新交通の運営している新交通システムに乗っていました。では、ここまで皆さんご視聴ありがとうございました。では他の動画でお会いしましょう。またさよなら。今度環状線系統のね、方もね、なんかの動画でお伝えできればなと思います。さよなら。